皆さんこんにちは、こんばんは、クロワタアベです。本日はですね、サバゲーの時にですね、皆さんねつけてらっしゃるかと思うんですけれども、フェイスガードの、レビューをさせていただきたいと思います。まずはフェイスガードとはなんですけれども、フェイス違いますわトーンこっちこちらこちらこちらがフェイスガードね、これだとね、歯に当たっても歯が折れない、結構 CQB インドアでやられてる人でこちら使ってる方多いと思います。そして最近流行りのここですね、頬付けができるようにここが布地になっているもの、こちらがね、最近結構主流にねなってますよね。合ってる。でこちらなんですけれども、実はサイズがある。嘘だよ。そう、あんなのみんな一緒だ。これこれね、実はこの黒一色のこちら、これね、これはもういつのサイズですね。こちら熊虫さんがつけてくださってるのと同じサイズのもの、見てください。これ僕つけてるやつなんですよ。これ黒一色だけなんですけど、こちら S サイズ、あれちっちゃい、ちっちゃい、比べて、比べてみます。やっぱお父さんと子供だよこれね。これね、やっぱりちっちゃすぎだよこれ。このぐらいの差が出てるんですよ。でこれね、結構知ってる方も多いんですけど、女性の方やっぱりね、この L サイズっていうんですかね、通常サイズを使ってると、何分ね、実は僕もそうだったんですよ、下向けないんですよ。飲むないよ、ね、どうてかこれちっちゃすぎだよ。だってアメさんつけたら絶対余るから。あ、だからちょっと持ってもらっていいですか。やってやって、これね、ほらどうですかこれ。ジャストフィットじゃん。ジャストフィットなんですよ実はね。でこれにトラスコ中山さんのゴーグルをつけると、そうすると曇らない、そして歯も折れない、頬付けもできて、かつなんていうか完璧だっつーの完璧だっつーの、これつけたら完璧だっつーの、はい、そんなこちらのフェイスガード、皆様もね僕おすすめしたいと思います。概要欄の方にですね、こちらの、何種類か色もありますので、みんなこれ使え、はい、使え、今すぐ使え、はい、こちら概要欄の方に貼らせていただきますので、よろしくお願いします。この動画が面白いと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。